もね、私たちのトークを聞いてる間はさすがに踊ったりね、ライト吹いたりできないので体が冷えてくると思います、ここら辺でですね、今一度音楽を楽しんでいただきながら心の中からほっこりとしてもらいたいなと思います。じゃあラジモリ隊のみんなもステージの近くで、ここから登場する素敵な、さっきはですね、たるみのスターだったんですけども、今度はあれね、地元、あれね、うん、地元のスターが登場するようです。うんうん、楽しみね。あのそこで用意してはるよね、クリスマスにぴったりのね、赤い衣装、まあ年中その衣装なんですけども、そうやな、ちょっと雪がちらついてきたかな、どうかな、雪、うん、そう、雨じゃない雪にしとこうか、なんか生放送じゃないからささあ、それではこの方をご紹介したいと思います。皆様大きな拍手でお迎えください。地元新長田のスター、サンタの衣装ではない、おなじみの衣装での登場です、鉄板小手之助さんです。どうぞどうもこんばんはです。鉄板小手之助でございます。皆様寒いですけど頑張ってますか。はい、ありがとうございます、はい、いやー寒いねいつもより嬉しそうなのはなんでですかいつも嬉しいんだもん。いや、ちょっと皆さんカメラ持ってる方、この顔撮っておいてくださいね。他のネットに上がってる写真と雲泥の差ですからね。あ、そうだって、こんなええ状況におるんよ今日なんかね、あの赤いマントを着た女の子従えてという感じ、うんうん、そういつもとえらい違いですやん。そうですね、福之助さん来たら雨降ってきた、えらいこっちゃ、そらね、雨かな、いや、ま、雨には負けないぜ。いや、雨違うやろ、雨来てない来てない、はい、大丈夫大丈夫、はい、さあ、鉄板小手之助さん、はい、ここで登場してですね、少し寒くなってきたお客さんに温かい音楽を届けていただきたいんですけれども、はい、そうですな、どんな曲を今日はしてくださいますか。今日はですね、さっき志郎さんがですね、最近の人は演歌歌わん言ったでしょ、はい、なのに俺の1曲も演歌ですよ。おね、皆さん知っとう人はちょっとぐらいあるかもしれないという、この長田のね、長田といえばこんなもんですわね、うん、これ見たら分かるように固定、ね、鉄板の上で、いや鉄板上じゃ前で上に読んだら死んでまうけど、はい、あのおばちゃんがねこれ一生懸命焼くでしょ、はい、固定ですね、ほんでそれを食べるのがお客さんですわ、はい、ほんでその両方歌って、そうっすよ今夜もありがとうっていう気持ちで、というかそういう曲ですね。そうっすよ今夜もありがとう、そうそう鉄人28号クリスマススペシャルライトアップ、お届けする生演奏および歌はなぜか歌謡曲と演歌ばかりというところでございますけれども、ね、皆様のソウルに届くように新長田の名曲を歌っていただきましょう、はい、それではラジモリ隊はさっきみたいに下で楽しみますか、後ろに立っててもいいけれども、どうしようかな、どっちでもいいかな、横に行く、横ね、はい、下に行くとね、鉄人のライトアップも見れますんでね、あ、そうそう、はい、僕が歌ってる間ね、ライトアップ見てくださいよ、ラジモエの皆さんもね、はい、はい、ピカピカピカってやりますかね、ピカピカってじゃあ先にラジモエ隊のみんなはステージの袖の方、客席近くの方に移動してもらいましょう、はい、あとうちも行く行く、いやいやうちって隣さん、うちって行けどね、あとで行けるよ、うん、行かない、あ、そう、本当嬉しいわラジモエちゃんって小手之助さんとイベント一緒にしたりしたっけ、え、なんかあのマラソンの後にご飯行って、そうやね一応ね、あの応援も一緒にしてやないですか、ね、そうだけど基本はね、マラソンの応援を一緒にしたんですよってのが普通で、マラソンの応援の後に一緒にご飯行ってそれ付け足しやからね、そう、はい、楽しかったからね、そうね、この間マラソンの応援も一緒にしたと、その時はね、鉄板ちゃちゃちゃ、こんなもんちゃちゃちゃみたいな、そうそう、はい、さんさんこって拍子をお届けしたんですけれども、今日はこちらのステージから素敵な曲を届けていただきましょう、はい、じゃあ1曲目は私から紹介しましょうか、そうですね、はい、はい、お待たせいたしました、新長田の魂を歌う男、鉄板小手之助、1曲目はそうすよ今夜もありがとう、
でしたけどもね、なかなかソースに愛を感じる曲でしょ。なかったですからね、皆さんね、いろんなものにソース入れますよ、ね、覚えて帰ってくださいよ。今日豚汁言ってます、なんやったらソース入れてみてください。飲めませんようになります。じゃあ飲めよ。そんなことない、美味しいですよ。ソースは万能ですからね。で、私が歌うたいのは大体ソースとか粉もんとかそういう歌ばっかりですね。次の曲、これまたすごいですよ。2年前のあのマラソンの応援、さっき言ってましたでしょ。その時にできた曲で、あのコトネスケのバックになんとコテザイルっていうね、あのダンサーがついたというね曲があります。これがですね、絶対聞いたことあると思うんですけども、こんなことは絶対口にしてはいけません。はい。重々コテインという曲ですね。あくまでも重々コテインですからね。今日はダンサーいませんので私一人でやりますけど、この前も一人でやりましたね。これね、バリットっていうライブハウスでもこれやったんですよ、一人で。 ね、なかなか虚しかったですよ。ね、
先月チキンジョージでもこの時はねさすがにこの曲やらなかったんですわ、みんな知らんから、はい、で今日は覚えて帰ってください、ジュージュー固定はい、これ後ろにおるつもりで皆さん見えます、後ろのダンサー見えるでしょ、はい、見ても見えるんですが見えてくださいよ、
寒いからね、エンディング忘れてしまいましてね、今一回終わりよった俺心の中がねえ、皆さん寒いかい？はい、寒くない、よし、じゃああと一曲付き合ってもらおうね、そうですよ、寒いけどあの鉄人を見ていただいて、またひょっとしたらチカチカなったり、いろんな俺見えへんからね、後ろ向いてないからね、なのでここで皆さんが元気の出るように、すっごく元気出るようにバラード歌います。この曲はですね、なんとあの永田だけで売ってるんですよ、 CD を、ね、この2階にね CD ショップがあるんですけどもね、そこだけで発売されてて、他はどこ行っても買えない、ネットでも買えないし、ここでも買えない、ね、また行って買ってくださいよ、ね、コテマチロマンという曲ですね。副題がですね、ノーコテノーライフ、どっかで聞いたことあるようなね、ね、だけどコテがなくては生きていけないという、そういう曲ですんで、ね、コテの助最後ですよこの曲が、ね、またあの僕の後ラジオ前が登場するので、みんな待っとでしょ、はい、歌いますわ。それでは聞いてくださいよ、皆さんゆっくりと聞いてくださいよ、元気出すよ。
さん、私が鉄板ことのすけ、そして達人、皆様長門の街を楽しんで帰ってください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。言いながらなかなか出てけえのか振りながら、いやー、マネせんとってくれる？恥ずかしいねんから結構。そうですか。じわー言ってやってはりましたよ。そういや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 、この寒い中ねよう頑張らはったと思うよ。あ、そう。はい、やっぱり年は取りたくないねちょっとね、体固まってんね今日どうしてもね、早終わりたいから結構来て喋る気のない子マイク持ってないしほんまに。さあ、楽しみましたか、小手の助さんのライブ。楽しみましたお忙しそうですけど小手の助さんもですね、あちらのヒーローカフェの方では今日ちょっとやっぱり冷え込むやろうということで、CM か、ラジメちゃんが食べているこの商品、豚汁うどんと申しまして、美味しい豚汁になんとおうどんがぴょこんと入っておりまして、一粒で二度美味しい、なんとワンコイン500円での販売になっております。すごいですね今だと2つついてくるとかそんなないんですか2つ頼んだら2つついていますよ。珍しいそれは、はい、しかもね、あのおうどんをこう持ち上げていただくとフーフーしなくても程よく冷めてまいりますのでね、やけどをすることなくお楽しみいただけると思います。はい、小手の助さん、今日はですね、はい、先ほどもご紹介したんですが、ヒーローカフェの方では、ズズズズズって本気で食べてるネタじゃない、上がってきた時より1センチは少なくなってるよね。なかなかこういうの珍しいよ、ステージでうどん食べてるのを横でケイちゃん実況するっていう。そうですよね、こんだけ食べるやつ普通上がってこないんですけどね上がっては来る、でも食べ続けるというね、そんな彼女が食べている豚汁うどん食べたくなってきたでしょ。なってきた。はい、そしてラジマちゃんにちなんだ青りんごのカクテルなんかもありますし、かおりんロボにちなんだですね、ロボナミンというカクテルも、はい、オロナミンが入ってるんですけどもね。ソースは入ってないんですか。ソースはね、お願いしたらどうかな、もしかしたらオプションでつけてくれるかもしれません。はい、ぜひぜひカフェの方も楽しみください、はい、さあ、帰るタイミングを逃した感ありありのこの方の退場のために私が今一度お名前ご紹介しましょう、はい、赤いステージ、赤い衣装で歌い上げてくださいました、新長田のソウルを歌う男、鉄板小手助、今一度大きな拍手を送りください。ありがとうございます、バイバイはい、持てるかな、ますよ、はい、食べれるかな、食べれないですよね、一応 こっち持っとこうかね、はい、あ、どうしましょう、食べる、うどん、うどんが言って、いや、持てよ、喋るよ、ちゃんとえ、いいの持ってんな、けいちゃん。あ、そうなんですよ、あのね、正直なこと言うとね、電気の消し方がわからないなんかね、あのね、押したんですよ、そしたらね、長押し、でもね、色変わるばっかりですほら後で消すか、ね、あ、消えました。違うんですよ、こっちの子がね、こっちの子がね、こうずっと押すじゃないですか、離すんですよほら、消えないんですよ、困りましたねはい、大丈夫ですか大丈夫、大丈夫、はい、ランティス祭りって書いてありますあれ私たちの番組を陰で力強く支えているスギちゃんの私物です。ありがとうございます。スギちゃん、私に貸してくれるよって、どこ行った食べてたからね、とりあえず2本貸してくれたと思います。これ、もう消えないんですよ開けない、まあいいですかね。さあ、今日のこの鉄人のライトアップなんですけれども、私たちが立ってるステージ以外にもう一つステージあるの、ラジマちゃん知ってます？え、どういう意味ですか、こちらの鉄人広場にはですね、私たちラジマエちゃんや、うん、シロウさんや小手の助さんが登場するこのステージと、うん、もう一つ何やらステージがあるの知ってます？え、あのツリーのとこですかそうですよ味気ない反応でしたけどねさあ、あちらの方でですね、寂しくポーズをとっている方も我々の仲間の一人ではあるんですけれども、誰でした？
はい、そうですね。本日はですね、あちらにツリーと一緒に小さなステージご用意しています。あちらの上に立つとですね、前にあるあの照明が顔に当たって、あのこういうライトアップとかの写真を撮ると自分の顔真っ黒に写ってしまったりするでしょ。でフラッシュたくと顔は綺麗に写るけどライトアップが綺麗に写らなかったりするでしょ。なのでね、あそこにねお顔を持ってる人も綺麗に写るよっていうね、どうしたどうした、悪いことした、打っても響かへん感じがする。やったらかわかったかった、あれや逆光なるからあれやけど、そこに行ったら写るよってことですか。そう、クリスマスの素敵な写真が撮れるよというステージの方も設けています。あとで私たちも撮りに行きましょう。撮る、ね、そうです、そうです。はい、ぜひぜひ豚汁うどんを食べながらあちらのステージでもお写真を撮りたいと思います。皆さんもね、今日の素敵な思い出の1枚あちらのステージもご利用ください。うんうん、いいですか。え、うん、え